皆さんこんにちは、太陽です。今日はですね、ピタさんの愛車、ピナレドドグマに乗りたいと思います。とうとう僕もドグマに乗る日が来ました。はい僕実はサイクンモールとかでピナレド何回か試乗したことあるんですけど、ドグマってまだ乗ったことないんですよ。まあ当然その頃ドグマとは年式も違うし、フレームの素材とかもまあ違うっちゃ違うんですけど、多分生まれて初めて乗るドグマになったのがこのドグマになります。はいというわけで早速紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、こちらがピナレドドグマになります。2005年式 の、 初めてマグネシウムで作られたドグマだそうです。マグネシウムフレームって僕実は乗ったことなくて今回初めてなんですよ。フレームがマグネシウムで、フォークと後ろのバックボーン、シートステーとチェーンステーがカーボンのカーボンバックフレームになっております。確かピナレドってなんかアルミフレームカーボンバックがすごいうまいんですけど、こっちはマグネシウムカーボンバックっていう、他に多分ないんじゃないかなっていう、そういうフレームになっております。でマグネシウムなんでめちゃめちゃ軽いです。でコンポーネントがカンパニョールのコーラスがついてて、ホイールがボーラウルトラがついております。非常にカンパニョールの濃い自転車になっております。かなりイタリアンな感じになってるんですけれども、こいつも多分マグネシウムなんでかなり軽いですよねただ軽いだけじゃなくて見た目もすごい美しいですね。やっぱり今のドグマにはないうねうねフォーク、このオンダフォークも健在ですし、2005年モデルですけど全然なんか古さを感じなくて、そこがすごいかっこいいですね。なんか結構こういうなんかレーシングフレームってなんか10年前とか15年前とかになるといかにもなんか時代を感じるというか古くなっていきやすいんですけど、ピナレドってこうやって見るとそんなにデザイン変わってないのか、なんか古いなとは思うんですけど古さを感じないところがすごいいいですね。まあデオーズとかも結構そんな感じなんですけど、そこらへんやっぱイタリア人はうまいんだなって個人的には思いますね。台湾とかアメリカのメーカーって結構古くなっちゃうという、イタリアは割とそういうのうまいのかなと思います。コロナ後とかも結構昔のやつってあんまり古く感じないですよね。まあデザインの話は置いておいて早速重さも測ってみましょう皆さんマグネシウムって結構軽いんですよ。多分アルミより全然軽いと思います。さあこれはいくつかな、ボーラウルトラにコーラスなんで、あ軽い、やっぱり 7.5 ですね。僕のルクちゃんまた超えられましたねさすがに TCR ほどでもないけど、TCR ちょっとチート使ってるんで軽いのは分かるんですけど、でも 7.5 ですからね、カタログスペックって多分 7.3 とか2ぐらいいくんで、まあほぼほぼツールのバイクとそんなに変わらない重量なので、やっぱ軽いですね。まあピナレオってそもそもそんなに軽量を謳い文句にしてるメーカーではないので、測ってみて意外に重かったりするんですけど、ただ僕の経験上走ってみると重さは感じないっていうなんかピナレオの特徴なんで、まあそこら辺も含めてちょっとこれから試乗していきたいと思います。それで行ってみましょう。ピナレオのドグマに乗りたいと思います。人生初ドグマですよ。初ドグマが最初のドグマっていうのがなんかちょっと僕の中で嬉しいですね。じゃあ乗りたいと思います。よし。おお。ちなみにドグマも初ですけど、マグネシウムフレームも初です。あ、すごいソフト、すごく乗り心地がいい。全然硬くないですよ。すごいなんかしなやか、さっきの TCR とかより全然柔らかいですね。やっぱオンダフォークが効いてるのかな。めっちゃマイルド。あこのなんだろう、段差とかもねすごいね絨毯のようにいなしてくれる。まあちょっとこの子マグネシウムだけじゃなくてそのカーボンバッグが使われてるんで、カーボンが吸収してくれてる可能性はあるんであれなんですけど、このマグネシウムカーボンバッグのパッケージング自体はすごくソフトです。マイルド。僕が乗ったことあるピナレドのラザとかあるじゃないですか、ラザとかガンとか
あそこら辺にすごい近い感じ。そしてコーラスいいね。今日はほんとカンパニョロ祭りだね。ああ乗りやすい乗りやすい。あの TCR はどっちかって本当にレーシーでカラッとした感じなんですけど、こっちはちょっとなんかねっとりしてるというかしなやか、だからデローザとかに近い感じ。ってことはこの時代のドグマは結構ラザに近いんだな。僕ラザとガン両方乗ったことあるんですけど、この子はどっちかっていうとラザに近い感じがする。まあ気のせいかもしれないけど、いやでも最近俺ガン乗ったな。やっぱオンダフォークは乗り心地がいいんだねやっぱり。登り高、ああ軽い、そして登る、てか乗りやすい。あの TCR に比べるとやっぱり乗り心地、乗り坂はやっぱり TCR の方が全然早いんですけど、しなやかで乗りやすい感じがするんで、なんか乗ってて楽しいのはドグマかな。うん、あのね TCR はねすごくいいバイクだしすごく速いバイクなんですけど、ちょっとねあの 薄味なんですよ。すごい印象が、フレームの印象がすごいよくできた自転車なんだけど、なんだろうな、車で言うとすごいなんかなんだろう、速いんだけど、まあ面白みがないって言っちゃうとちょっと失礼なんだけど、なんだろう、気持ちよさがそんなにすごいかっていうと、まあなんだろう、そうでもないというか、なんつったらいいんだろうな、これ難しいんだけど、なんか走ってて楽しいな、気持ちいいなっていう、なんかそのプラスの感情かき立ててくれる何かがこのイタリアのバイク、例えばデローザとかドグマとかそのビアンキとかには感じられるんですよ。それはまあレースって考えたら別に必ずしも必要な要素ではないんで、結構レーシングバイクとかとあんまりなかったりするんですけど、このドグマはねこういう石畳を走る時でもかなりこの綺麗にいなしてくれる感じで逆にね気持ちよくなる感じがある。あでも今日実は1日で全部乗ってるんですけど、乗ったバイクの中ではこれが一番好きかもしれない。僕が一番好きなもの、デローザも、デローザとこれだね。うん、やっぱり僕はあれかな、イタリアとかヨーロッパ系のバイクの方が多分好きなんですよね、きっと。ドグマもいいですね。おお、はい、なんか、おお、早い早い早い。いや、ひなれろっていいな、やっぱり。最高だよ、こいつ。うん、楽しい、気持ちいい、それに尽きる。ドグマ欲しくなっちゃったじゃんか。やっぱドグマって中古市場が高いからなかなか手出せないんですけど、欲しくなるわこれ。うん、あれですね、もし僕が最新型ドグマ乗る機会があったら、この初代ドグマ、初代マグネシウムカーボンバックのドグマ、この乗り味を忘れないようにしておいてちょっと比較したいなと思います。でもねぶっちゃけラザに似てるからね、ラザで十分じゃねえかなってちょっと思っちゃうな。ホンダフォークいいね。あのやっぱりドグマって聞くとちょっとあれなんだけど全然乗りやすい。ルックとかにちょっと似てる感じなんだよね、この衝撃のいなし方がすごく。やっぱオンダフォークすげえや。僕のピナレロうちに実はクワトロっていうフレームがあるんですけど、それちょっと復活させてもいいかなってちょっと思っちゃった。うん、いやードグマ欲しいぜ。ドグマ欲しいぜ。
はい、というわけでピナレードドグマ乗せていただきましたが、やっぱドグマ欲しいわまずね、乗ると欲しくなるっていうこのよくわかりましたね。マグネシウムの性能に関しては正直ちょっとこの子カーボンバッグがついてるんでわかんないんですけど、すごく乗り味はマイルドで、最近乗った人車でいうとピナレードでいうとまあラザとかガンとかに似てて、僕のリュックにも結構似てる感じなんですよ。なんでそのドグマのイメージからは考えられないほど乗りやすいって僕は思いましたね。だ乗り心地がいいか、乗りやすいというか乗り心地がいい感じで、なんだろう、勝手に速く走っちゃいました、ね、さっきのあの僕が乗ったマジーに比べるとその脅迫観念みたいなものはないんですけど、なんか気づいたら速く走ってるっていう、そういう感じの自転車になりますね。あの今回ちょっと最高が表示されなかったのでスピードは分からなかったんですが、多分簡単に20キロとか30キロ行っちゃうタイプの自転車ではありましたね。でまたボーラーウルトラとの相性もすごい良くて、やっぱカンパニオールのコンポをつけるとやっぱりどんどん走るのが楽しい、乗るのが楽しい、そういう自転車なんで、もう本当になんか乗ってなんぼの自転車だっていうのはよく分かりましたね。確かにあの見た目がすごいかっこいいんで飾っておいても全然絵になるし、いいお酒が飲めると思うんですけど、やっぱり乗ってからが本領の自転車ではありましたね。すげえね、乗りやすいし、すげえ乗ってて楽しいし、これはピナレードファンが生まれるのもわかるなと思いましたね。なんかあのとりあえず乗りたい、とにかく乗せろっていう、そういう感じの自転車でしたね。いやー欲しいわこれうちにピナレードのフレーム1個眠ってるから、それ復活させたくなりましたねそんな感じですね。本当にあのいい自転車でした。やっぱドグマはすげえなって思いました。そんな感じです。はい、というわけでドグマ試乗無事終わりました。いやなんか赤ってのもいいですよね僕やっぱ弱虫ペダル好きなんで、赤っていうとやっぱ鳴子くんのピナレで思い出すけど出すんですけど、それにすごい近い配色で僕はこの自転車すごい好きですね。僕は大体基本的に白い自転車ばっか持ってるんですけど、ピナレを買うんだったら赤もありかなって思っちゃうんですよ。だからこの自転車マジで欲しいそう思いましたね。マグネシウムのフレーム気になっている方いると思うんですけど、確かに取り扱いはちょっと気を使うところはあると思うんですけど、乗ってみるとすごく乗りやすいので、あの気になる方はぜひ探してみてください。ドグマやっぱりいいわそしてオンダフォークはやっぱりすごいなって思いました。やっぱりすごく乗り心地、衝撃を吸収してくれた感じがすごいあったので、あの初めて乗る人でもすごい乗りやすいし、あのクロとか乗っても多分当然速いんだろうなと思うし、イタリア尽くしで組まれた自転車を僕もいつか作ってみたいなって思う、そういう次第でありました。はい、というわけでこの動画面白かったらぜひグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画お楽しみ、じゃあねー。